はい、おしめです。りょうへいです。そして、ゆうぽんチャンネルのひどです。はい、お願いします。というわけで、本日は、はい、イルマボーイズ VS 野球 YouTuber ってことで、対決やっていきます。で、今回は、まあ潜入して、まあ今後半戦なんですけど、はい、イルマボーイズのピッチャー4人対僕らで対決をさせていただけるということで、とてもありがたい、貴重な時間をいただいてやらせてもらいます。現在ね、あのイルマボーイズ新1年生募集ということで、今6年生の子たちがイルマボーイズに入ってほしいということで、まあ、イルマボーイズはこういうチームだよってことで、ちょっとご紹介をさせてもらって、動画もありますんで見てもらいつつ、イルマボーイズの選手対YouTuber でどっちが勝つかといったところで、ちょっと変則もいるし、本格派もいるし、左ピッチャーも結構いい球なんで、重い球だけど、クロスファイヤーの出身、はい、YouTuber 魂でこれ、点取っていきましょう。それではいきましょう。対決の前に練習ということで、翔平、亮平、ヒロとティーバッティングやフリーバッティングに参加させていただきました。ちなみに翔平 TV が打ってるのはですね、オープンワールドさんの公式木製バットシデという素材を使っています。続いてゲージバッティングです。この時ですね、小学6年生の女の子が体験に来てました。僕らもね、打たせてもらったんですけど、なかなかねマシンで打つことないので結構苦労しましたね。そして木製バットでようやく柵越えを打つことができました。ヒロトもバッティング結構ねいいんですよね。ヒロト、さあ結構ね、あのバッティングね向上してますんで、ヒロト君はいいですね。翔平 TV のヒロト君です。よろしくお願いします。ね、両平はね相変わらずね、なんか適当な感じで、はい、しっかり打ってますね。でもね、さあ金属でパコーンとね、気持ちよさそうに打ってますね。さあついにやってまいりました。いざ対決。4投手から合計3点を目標にね、ちょっとレベル低いかもしれませんが、3点取ったら僕らの勝利ということで勝手に決めております。さあピッチャーはゆうとくんです。バッターはひろと。さあゆうとくんのボールは、これはギリ外れてで、しかしねいいボールですね。さあひろとくんは手が出ません。さあお次のボール、はい、これまさかのね、差し込まれてね、はい、差し込まれてうまく1、2塁間でライト前ヒットとなります。足遅くねえか、ヒロト。はい、ナイスバッティングです。ナイスバッティング。さあそして2番の翔平 TV、 超攻撃的2番。まあこれまでにボナールチャンネルさんと一緒に中学公式取材行ってきましたが、そこでね対決を結構したんですけど、結構ホームラン打ってるんですよ。なので今回イルマボーイズの選手たちと対決、すごいね楽しみにしてます。さあホームラン打てるかなってところで、ね、まずねこのカーブがね外いっぱい決まっていいボールでした。手が出ませんでした。そしてお次のボール投げた、はい、これね、これねやられました。マジで見ました、これ。これねうわんと落ちてね、やられましたね、これね。いや、これはちょっとまずいなと思いながら、縦の変化苦手なんでね、はい、もう結構ね、あのオープンスタンスで、はい、さあ次、これも外れましたね、はい、これね、フォアボールになりまして、ランナー1、2塁となります。ノーアウトランナー1、2塁でバッターは亮平です。なんだオアシス亮平って。さあ亮平打てるか。さあユートバーサス亮平、はい、これまず外外れてボール。さあ亮平気合入ってますよ。さあ打てるか亮平。さあ打てるか。そしてはい、こちらバッテリーミスでチャンス拡大となります。ノーアウトランナー2、3塁です。キャッチャー大丈夫か。そしてこちらね、アウトロービタビタ、ナイスボールです。亮平君手が出ません。ゆうと君ナイスボールです。さあ亮平を打ち取れるか、ゆうと。ゆうとから打てるか亮平。これね、これね、吉岡さんがまさかのね、これね、これストライクって言って、もう両平びっくりですよ。これはね、
ボールでした。はい、ボールでした。これは面白かったですね。これは笑いました。そしてはい、これね、アウトロー、ナイスボール。これで追い込まれました、良平ちゃん。さあ受けるかどうか。はい、これまさかのボテボテゴロ、ショートゴロね。ランナー帰ってこれずということで、ワンアウトランナー1、2塁となります。そして先頭に戻って、バッターはヒロト。ヒロトも引っ掛けてますよ。はい、こういうボールはね、流す意識で打つといいと思います。センター前意識です。さあお次、はい、これね、素晴らしいカーブのねコントロールです。キャッチャーもね、ナイスフレーミングです。素晴らしい。はい、これね、ヒロトがまた引っ掛けてしまいまして、これね、そのところね、これははい、アウトとなりまして、ツーアウト。はい、ツーアウト、ランナー1、3塁となります。そしてバッターは翔平。はい、これね、ランナーね、走ってスチール成功、ランナー2、3塁。さあツーアウト、ランナー2、3塁です。さあ翔平、1打打っておきたいところ。はい、とさあやりました、別アングルから。はい、さあ別アングルからみんなでご一緒に。はい、センター前ヒットとなりまして、1点を返しました。さあ、あと2点取れば僕らの勝利ということになります。はい、打ちました打ちました。ツーアウト、ランナー1、3塁のチャンスが続きます。そしてバッターは良平です。さっきね、引っ掛けてますよね。さあここでね、打ってほしいところですが、また引っ掛けちゃいましてね、ショートゴロでアウトとなりまして、スリーアウト。ゆうとくん、ありがとうございました。ナイスピッチング。ゆうとくんは1失点でした。さあ、さあ集合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 、作戦作戦作戦。今、はい、メインピッチャーね、はい、あ、カーブの子、1点、1点です。僕ら点ですごい、チャンスになりながらも1点です。これはまずいです。これはまずい。次のピッチャー見てください。スピードはさっきの声では速い。速い、ちょっと、ま、主体的にはまっすぐ主体かな、うん、じゃあ、はい、いや変化球はまとまってない。変化球何、まとまってなかったかな。まとまってなかった。そんな大きい声でいいんじゃない。だからちっちゃい声でいいんじゃない。はい、なんでちょっとね、そうですね、まっすぐ張りで、そうですね、ヒット打った、ヒット打った、打てない。なのでちょっと打ってもらって君に、はい、ね、そうね、はい、なんでまずはランナー貯めて貯めて貯めて、ポンポン行きましょう、ポンポン行きましょう、行きましょう、ポンポン、よし行きましょう、オッケー。さあ野球 YouTuber チーム、凛太郎くん相手に点を取れるか。まさかの結果が起きます。さあ先頭はヒロト、凛太郎 VS ヒロト。はいね、こちらまっすぐね、いいボールです。ナイスボール。さあお次、さあワンストライクです。投げた、はい、ヒロト詰まった。これはショートゴロだ、間に合うのかどうだ。これは送球エラーでセーフとなります。凛太郎くんもおーいっていう感じでね。はい、なんとこれね、ピッチャー陣の中でペナルティがあるそうです。一番失点をした人はホールガンポール PP をやるということで、リンタロウ君も気合入っております。さあリンタロウ君ね、なかなかね重いボールを投げるんですよね。はい、これね、これストライクということで、はい、さあなかなか手が出ません、翔平。はい、これまさかのね、引っ掛けてしまいましてね、金属バットで引っ掛けてしまいまして、もうね、恥ずかしい恥ずかしい。まさかのゲッツーか、まさかね、こけるっていうね、大転倒。はい、自分の足とね、体がね、動かなくても頭って、ほんとダメこれ。これほんと恥ずかしい。運動会のお父さんぶり、マジそれ。やばいです、これ。もう30歳ですからね。お目に見てー。恥ずかしい。さあ、ツーアウトランナーなしになりました。申し訳ないね、バッター、良平くんです。はい、これでまさかのね、セカンドゴロでまさかの3人で抑えられました。やられました、やられました。やばいっす、やられました。ナイスピー、ナイスピー。池林選手に、池林選手にやられました。全員ボテボテっていう、いい球でした。詰まった、完全にインコース意識してたら外来てた。やられましたね、うん、今1点っすよ、俺ら1点っす、1点っすよ、2点取んの、
キャプテンだ。キャプテン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 来ました。キャプテンとは何回も対決したいんで、じゃあちょっと先頭ね。先頭だよ。頼むよ。頼むよ。あと2点だから。キャプテンピュッとくる。なので、あと2点です。スライダーとカーブ。スライダーオッケー。オッケーです。頑張ろう。よし。頑張りましょう。じゃあ。さあ伸びのあるまっすぐを投げるキャプテンレイト君、さあどんなピッチングをするのか、僕らね3人ガチで挑みますよ。さあレイト VS ヒロト、さあどんなピッチングをするかレイト。はい、これねまず外れたボール、いいボールですよ、球走ってますね。さあお次のボール投げた。はい、これ縦の変化じゃないんだよ。これは何だろうな、変化球っぽいですね。さあヒロト打てるか。はい、投げました。これまさかのねちょっと早打ち、こすってます、こすってます。はい、これショートゴロかなと思いきやショート取れず、そしてライアンも取れず、これはツーベースとなります。まるまるまる、あ、覗けねえか。ナイスバッティングだけどね、ちょっとねチャンスですけどね。はい、ショートコースであればね、そしてこのチャンスでね翔平 TV が打席に立ちます。ランナー2塁、ノーアウトランナー2塁で翔平 TV が打席に。さあなんとしてでも打ちたいところ、これまさかのね上外れましたね。緊張ほぐれましたんで、ちなみにあの 木製ではなくあの金属です。はい、これアウトローね、これ手出なかったですね、ちょっとね、こう上から投げるんでね、低く見えたんですけどね、いいボールでした。さあレイト勝負だ。はい、これね、これインコース来たからちょっと焦りましたね、ビビってます。翔平ビビってますよ、公式ということもありますね、ビビってます。はい、お次これね、さっきね縦変化があったんでね、落ちてくるかなと思ったんですよね。はい、さあレイトとどんな対戦できるか、さあ結果はどうですか。はい、これね、これまさかのね、まさかのね、すごい危険なんですけど、ピッチャーゴロでまさかのセカンドランナーが挟まれてアウトになりまして、翔平は行きました、ランナー1塁、ワンアウトランナー1塁となります。そしてバッター良平です。さあ良平とねレイト君ね、すげえ仲良しだったんでね、さあどんな対決が見られるんでしょうか。さあ良平もね打つ気出ますよ、ガチで。はい、これね、これねまさかのね外ね、はい、両平やられてますね。はい、これね両平さん、おっとっとと、これまさかのね三振なんですよ。はい、三振してます両平さん。そしてバッターヒロトです。ツーアウトランナー一塁、ヒロト。はい、こちらねフォアボールです。ランナー一二塁です。ツーアウト一二塁。さあね、すぐ回ってきましたね。バッターは翔平 TV、 打てるか。はい、これねちょっとね、こすっちゃったですね、こすっちゃって、これね、太陽がね、眩しいっていうのもあったんでね、ライトがね、ちょっと見失っちゃいまして、はい、ヒットになりました、はいはいはい、はい、翔平は2塁まで行きます、はい、ツーベースになりまして、1点さらに追加になりました、これで2点取りました、あと1点取れば、僕らの勝ちということになります。さあ、未だノーヒットの良平さん、ランナー2塁からどんなバッティングをするのか、まあ、あんま期待してないですよね。えマジか、これはまさか、これはまさかの宇宙間への打球はネットを越えたのか、なんとホームランです。まさかのね、ちょっとグラウンドが狭かったのもありますけども、はい、嘘だろ、外の高めをパーンと打ってね、いいスイングですね、まっすぐ絞るということでね、打ってしまいました良平さん。もうレイト君もショック受けてます絶対。はい、一気に3点追加です。マジかよ、マジか。じゃあ小さいから、え、小さいから、グラウンドがね、でもツーベースぐらい置いてたんじゃないかなっていう、ヒットはヒットだ、ヒットヒットだよ、ツーベースリベースぐらい置いてたんじゃないかな。すごいね。さあどんどん続きます、レイト対ヒロト。
はい、これね、はい、ショートゴロでアウトとなりまして、チェンジとなります。レイト君ナイスピッチングでした。これからもね、キャプテンとしてね、チームを引っ張っていってください。はい、というわけで、はい、はい、今回何点、5点 4? 3ランと俺も打って、ほら点点4点4点取りました。これ今5点です。もう達成ですけど、次、中3の固定埼玉代表、埼玉代表ですよ。す僕らも埼玉代表の YouTuber ですよ、野球 YouTuber ですよ。埼玉ナンバーワンですから僕ら。で、イルマのスーパースターだから。弱っ弱っ。埼玉だったらいいよ、埼玉のスーパースターだったらいいけど、イルマのスーパースター小さっ小さいけど、ガチっす、彼本当に、うん、やばい、いいてます、いいてます。スピンってこういうことに言うんだっていうピッチャーで、さっきバッティング練習中にすごい打ったらバッター上げるよなんて言ったら本当に持ってきました。これこのオープンワールドさん、こちらいただきましたやつ、こちらくるり抜いてる方を打ってもらったんですよ、はい、このバットを使って作業したらいいよって言ったらマジで超えました。ねえ、本当にいいバット、その後何本も打ってました。バネがあるから若いし、うん、はい、今後期待の選手ですよ本当に、はい、で来年からね、高校生ということで、はい、最初で最後の戦いですから、はい、僕ら抑えれば高校でも成功します。そんなことありませんって。で大きくテロップ入れとくから。そうですね、ほら、えぐいえぐいえぐい、踏み込みが結構深くないかっていう、うん、だから低いところからグーンとくる、いい感じ。もうエンディングは別にいいです。まず俺からっていう、俺から攻める。じゃあ彼から、彼から1点取ろう、頑張って頑張っちゃいましょう。このいいピッチャーから、さあ行きましょう。いいですか、スタート、スタート、おい、さあ4人目のピッチャーは中学3年生龍河くんです。来年から高校1年生ということでね、最初で最後の対決となりました。前回ねピッチング動画もありますので、そちら見てください。はい、まずねこのねストレート、素晴らしいボールです。120キロ台の素晴らしいボールが来ております。さあ翔平 TV 気合を入れて木製バットで挑みます。さあ打てるかどうか。はい、これね本当にこれいいボールすぎて、もうまっすぐ来るなと思って振ったんですけどね、すげえ外れてましたね。そしてこちら、はい、こちらもう一丁。さあ逆方向へ打った打球はまさかのね、ぐんぐん伸びてね、柵越え余裕で超えまして、ホームランとなってしまいました。龍河くんもね、マジかよみたいな表情をしておりました。本当にすいません、もう好投手から満点取れました。ちょっとね僕安心してます、両平打ったんでね、はい、抑えに行けよ。そしてね次ね両平が打ちますよ。はい、両平対龍河くんです。はい、これね両平まさかのね、これね、うわー、まさかのこれは超えるんかと思いましたがね、大ファールでした。さあ三振前の大ファール、はい、これねストライクです。素晴らしいボールです。ちょっとシュート回転しましたね、これはツーシームなのかな、ナチュラルかな。そしてお次、はい、これね2ノーで追い込まれてね、外のまっすぐにまさかの振らされてね、三振となりました。早いよ、お前遅れ。さあ好投手から今1点取ってますが、両平は三振、ヒロトがね見してやりますよ。さあヒロトの結果気になります。まずね外に外れてボールとなります。ヒロトが打ちそうです。なんかはい、これねまさかのピッチャーゴロでね、これまさかのアウトということでね、いやこれでもうツーアウトですよ。はい、1失点でツーアウト、さあどうなるか。さあ4人の投手の中で4失点をしまったレイト君、このあと PP になってしまうのか、それともねあと3点4点取って龍河君が PP やるのか。さあ2打席目龍河君と対決です。
さあラストということでね、龍我くんがえぐい球が来ます。130キロが来てますよ、これはこれ、ね、やばいやばい。さあ次のボール、はい、これね満振りしましたが、はい、めっちゃ振り遅れじゃない、力の勝負でね、お互いも気合十分です。さあこれね、またまっすぐで来るかなということで、もう気合い入れております。はい、これねまさかのね変化球でちょっと一瞬ね目そらされました。はい、次はまっすぐかなと思いながら助け出します。はい、これまさかのね、はい、ちょっと空振りですよ。さあこれで追い込まれました。後がない翔平 TV、 どんなバッティングなのか、次の1球で勝負がつきます。皆さん注目してください。はいはい、これ互いに力と力の勝負、これまたねライトの方向に行きます。これはまたまた軽々逆ホームランということで、ね、打ってしまいました。本当に申し訳ない龍我君、本当これね、あのこれ何も気にしなくていいから、本当に本当に申し訳ない。でもねこのオープンワールドの、ね、木製バットでホームラン出ましたので、はい、オープンワールドのバットすごいいいバットです。概要欄に載せておきますので、そして良平さん、ラスト打席でしょうか、ツーアウト、はい、これで外外れてボール。さあ、龍我、頑張れ、良平を抑えろ、そして自信を持って高校野球へ行ってくれ。はい、アウトコース、ビタビタ、素晴らしいボールです。高校野球まではストライクゾーンがね、ちょっと広めなので、はい、もう本当もう端と端を狙い続けた方がいいと思います。さあ良平を抑えられるか、ツーアウトです。さあ頑張れ龍我、はい、これね、これもね力と力の勝負ですよ、真っ向勝負、フルスイングで良平は、ね、捉えられず、いや勢いがすごい、2人とも、これはすごい見ものだと思います。さあ良平狙ってますよ、イチローです、これはイチローですか。さあ、はい、これねまさかね変化球でね打たせられてます、良平さん、これ打たせられてます、セカンドゴロでアウトになりまして、龍我君は2失点で終わりました。本当素晴らしいナイスピッチングでした。いや本当に4人の投手ナイスピッチング、そして野手の皆さん本当にありがとうございました。そしてこのような機会をいただきまして、スタッフの皆さん本当にありがとうございました。イルマボーイズでは新入団選手募集中ということで、ぜひともチェックしてみてください。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。